それをつまり背中から戻しとしてるとじゃなくていつもどおりだったらまあ勝利なっていうかな勝負というのが目標だけどまだ3分の1ぐらいしかやってないから1試合1試合大事にしてやるのが大事だから引き分けもそんなにいいじゃないか勝利1試合1試合勝利が大事にしてごめんなさいだけど今回は楽しめる勝ってるように頑張ります。三浦康之。